あのもうこのワンピに羽織ってますみたいなとかもできる。こっちパターンもありますね。そう、こっちなんか涼しげだよね、ちょっと季節感が。そう、ですね。これはこれで、そう、でもなんかもっと涼しくなるよねこれはね。あと二の腕がちょっとこんにちはする感じ。え、アンナちゃんが来週スタバの新作行こうって。行こうアンナ行こう、行こう行こう。アンナとね、バナナ飲みたかったけどさ、バナナ間に合わんなみたいな思って。そうだから、うん、今狙っているのはメロンだね。メロンさんよろしくお願いします。二の腕さんこんにちは。こんにちは、どうもどうも。でもこのこのノースリーブはなんかいけるノースリーブ、なんかわかる、なんかあのなんかキョンみたいなキョンみたいなノースリーブはいけんけど、このノースリーブは結構いける系のノースリーブかも。でね、でやねん。でもちょっと中に着る専用のあれが出てきそうなのでどうしよう、ちょっと待って調整しよう。これ中にねキャミもセットでついとんよね。ちゃんと白ワンピやけん、ちゃんとそこも心配してくれてるこの洋服屋さん、この洋服屋さんですね。トゥ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 、いい感じですか。ありがとうございますありがとうございます。ほほほ、今日はちょっと広島雨なんですけど、でもカープはやっとるっぽい。雨でも多分多分カープ中継とかがラジオの中でもあったけんね。そうなんですけど、雨だからね、もうあー頭が痛いねーってなってます。雨に最近弱い。おうおう、服めっちゃ可愛いっすか。うん、やったね、可愛いっしょ。これめっちゃ好きで、でもこれを6月のスペイベで着ようか迷ってたんだけど、このニット生地が若干厚いかと思いつつ、ちょっとまた新しい服をゲットしたので、それもワンピースなんだけど、それにしようかなって思ってますね。もう一個違うワンピにしようかなと思っておるところです。ね、トトトコトトトトロトトロ。そのワンピもねめっちゃ可愛くて一目惚れして買ったんでね、ちょっとそっちにしようと思ってそっちにしたいと思います。気が変わればこれになるかもしれんけどどっちにしろワンピースっていうねジュン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 。この服に合わせるならサンダルでもいいし、私はあのめっちゃ短いもうほぼ見えん靴下であのスニーカーを履きますね。私が持ってるスニーカーがなんか白とピンクと黒なのね。めっちゃ白とピンク合うやんみたいな、せやけんそういうのとかですね。今日もスニーカーだった、雨だしですねね、天気でこう頭が重いんですかね今ね。うんピヨンピヨンピヨン。ふん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 。スニーカーはニューバランスですね。今持ってるスニーカーはもうそれぐらいかな。なかな、ね、プープープー。みほしはグルカサンダル似合う。グルカサンダル初耳。グルカサンダル、グルカサンダル。でもサンダルね買った方がいいかなとか思いつつ、かわいい、マーチンのそれかわいい。マーチンって
ブーツ以外もあったんだね。めっちゃ可愛いサンダルがある。めっちゃ可愛い。サンダル買おうかね。めっちゃ迷うんだけど、迷って迷ったまま止めてる今。去年買ったサンダルがね、ちょっとブカブカなんだよな。でなんかギュッてしてもブカってなる。サイズ合っとうはずなのになんか形が合わんのかみたいなサンダルしかないの今。だから買おうか迷うが、でも靴箱に入らんかなとか思ってどうしようかなってなって止まってる。思考停止。足痩せた、痩せてないかも。どうかな。涼しそうなお洋服、イエス。涼しげですね。またここが痛いやつだ。この前よりはマシだが、この前は天気なのにこの頭の痛さがあって、あーなんでーってなってましたけど、広島直接話し会、あ、まだ全然間に合います。今ね、3つあるうちの2個目の関東の直接お話し会が始まったところなんで、まだ大丈夫です。タッタッタッタラッタッタラー。身長持った分だけ盛られるから目線が永遠に遠い。ウケる。しかも私結構もうスニーカー以外のやつは結構あるやつが多いもんね。かかとが6センチとか10センチのやつとかもあったりするけんね。だから高いの履きがちだもんな私。だからだね。あ、今日タワレコ行きました。あ、よかった。タワレコね、メッセージは書いてんけど、サインをまさかの書き忘れてるっていう。なんでサイン書き忘れたんか自分でもなんか、なんでやると思ったんやけど、慌てて書いてたのかな。だからね、ちょっと待っててくださいね。サインも書きに行きたいと思いますので、お待ちくださいな。トトトトト。トラッキーさん、ハートありがとう。ありがとう。トントトン。今日の声ラジどんな感じだった？1個目がなんか怒りとか怒ることとののコントロールみたいなことの話と、2つ目が原田真二さんというもう素晴らしいすごい歌手の方がゲスト出演してくださってっていう感じでしたね。私の芸能活動歴の15倍ですよね。45年やってらっしゃる方だから、そう、すごい大先輩のお話を聞けたみたいな。すごいね、昨日も今日もね、めっちゃ学んだゴイラジでした。そう、原田真二さんという方が来てくださいました。なんか前後にもお仕事が入っているからもうすごいやっぱお忙しい方なんだと思って。そうそう、キャンディーは名曲、キャンディー、そう、今日流れましたかね、多分流してくださった気がする。最近推しに怒られてばかりなのですが、推しの怒りをコントロールしたい。怒られることをしている人が悪いんだよ。原田さん暑かったね。すごいめっちゃトークもしてくださって、すごいね、始まる前とかもめっちゃなんか冗談を交えて話してくれたりとかして、そうね、最近お仕事ご一緒する方々が本当にすごすぎる方々ばかりで、す
すごいよね。この間のね徳島県警の時もそうだったけどね、ありがたいですよ本当。我々の世代は聞いてた。あ、そうなんだね。なんかママもあんまり世代ではないけど、でも私もなん多分見た、なんか見たことある、拝見したことがあるぞって思って、なんか写真見たらね、これを楽しみだなーって思ってて、そうそう、なんか恋ラジはね、今かつなんか今めっちゃ最近出てきた若い歌手の方とかも出てくださるし、昔からのすごい方も出てくれるし、すごいよね。なかなか恋ラジせんかったらこんなになんかすごい方々とお話できるってことない。そう、トラッキーさんハートありがとう、かんちゃんもハートありがとう。やな、楽しかったね今日も。でもすごい恋ラジの時間はお腹が空く時間なんですよ。まあ、お菓子置いてあるんですけど、最近ちょっとあ、ま、あお菓子を食べんようにはしたって、1個とかしか今日は食べんかっても、でも持って帰ってねって言われて持って帰ったんですけど冷蔵庫にチョコを入れましたけど、すごいね、もう喋りながらお腹がめっちゃ鳴ってる。恋ラジの途中は今日もめっちゃ鳴ってたんですけど、まあマイクには遠いからお腹は聞こえてないかな。かんちゃんハートいっぱいありがとう。昨日の原さんのピアノ、ピアノって言っちゃった、ピアノはイヤホン税関係だった。おお、すごいよね。あ、聞いたことあるあの曲だってなったもんね。ほんとすごかった。私もピアノ習ってたんですけどって一応話したけど、あの休み時間というかあれ休憩の時でもね、ちょっとそんな言えるほどのものじゃないから、ちょっとやってたんですけどね、それで終わったけどトゥ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 。初訪問の方こんばんは、 ST48 2期生みほりんこと田中みほです。やっほー、うう、雨にやられるよみんなは元気？こんばんは。お餅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 、こんばんは。どもどもどもど、忙しすぎて浦島状態、浦島状態とは浦島太郎ですか浦島太郎香川なんだ。やばいです、偏頭痛で全然話題が出てこま、きません。みおりんが雨女やと思うメンバー、へえ、いないよなんか雨女とか晴れ女とかあるのかなって思い始めてきた。全然別にどっちもあるしなと思って。頭痛が痛い、やばい頭痛ですね声が結構元気なの。週末と週明けが楽しみ。確かにね、週末はお話し会で、週明けはマイカーの公演だしね、うん、私たちをいっぱい満喫できますね。今回のお手紙テーマは難しかったですか？広辞苑ができたから、なんか自分の自分たちで使ってる言葉みたいなやつでしたね。今日はねちょっと時間なくて喋れてなかったけど、昨日はなんかと高校の友達と、なんか何でもかんでも語尾になんちゃらみーみたいなのをつけるのをめっちゃハマってたっていうのを話したんですけど、今日もその友達とかとやってた、なんかいろんな何でも言葉を略すみたいなのを話そうとしてて、でもちょっと時間ねなかって話せんかったんやけど、
そう、なんか塵も積もれば山となるとかも、塵積も山ととか言ったり、グリーンランドっていう熊本の遊園地をグリラとか言ったり、スペースワールドとかスペバとかね、なんか変な略したのとかあったんだけど忘れちゃったんだけど、そういうのとかを話そうと思ってたけど話せんかったっけ、ここで話しておきますね考えたけどオタク言葉しか出てこなかった。おはみほりんとかですか、おやすみほ、よく考えたらそれもそうだね、確かにねあとは何やろか、昨日アナウンサーさんはなんかやばいっていう言葉をあんま使うなって上司に言われたのに使っちゃうみたいな話でしたけど、アナウンサーさんってね言葉遣いとか大変やろなって思う。なんだろう、欲しい。こんばんお待ち、こんばんは。タラタンチャンチャッチャンチャッチャッチャ。やばい使うのとかマジやばいんですけど、それがやばいんですけど。ね、やばいってまあ確かに、えやばっていう方のやばいと、えやばいの方のやばいがあるもんね。今のイントネーションとかでそういうテンションとかで分かる時もあるけどね、えやっぱってどっちか分からんね、すっごやっぱかもしれんし、えありえんやっぱみたいなのかもしれんしね、っていう難しいね今時の言葉。飯何作ろうかめって2時間経ちました、やばいやばいねやばいよ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 、みほりんやばいやばいやばいのやばいの、私なんでどっちのあるよね、どっちのやばいみたいなね。ご飯何食べるの、私は最近なんか野菜のチヂミみたいなのがずっとママと食べたくて、なんかピカタみたいな感じなんですけど、ズッキーニとかを買ってたのでね、ちょっとね私は夕飯それにしました。ピカタ的な、なんか韓国の料理だとジョンって言うんだけど、野菜チヂミみたいな食べました、美味しかったです。感想、大地さんハートありがとう。肩がやばい、肩やばいやばいやばい、隠す隠すやばい、そうそう卵でとじるけ、そう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 、めっちゃピカタみたいな感じの、なんか小麦粉と卵をつけて焼いてある、なんかふわふわに焼かれてる野菜みたいな感じ。そう、辛くないですこれは。でもこれをなんかタレにつけて食べるから、そのタレに唐辛子をかけるから、まあ辛いっちゃ辛いみたいな感じ。そうそのままでこのままで、はい、これ実質のお水分なんだけどねでも今日も街でなんか街の車走った時に街の人が見えて、もうノースリーブの人とかもおったけんびっくりしたよ私。今日はちょっと寒くないって思いながら、もうそんな時期なんだと思って、なんかでもまだ朝半袖を一回着てしまったらもうそれから先半袖で過ごさなってなりそうやけん、ちょっとまだまだ長袖ではいるんですけど、私はいつからにいつからそうしようかめっちゃ迷うけど、昨日はめっちゃ暑かったけど今日はなんかそんなことなくて、風は冷たいぐらいの感じだったから、昼間暑かったんだね、そっかそっか、昼寝外出てないからね分からんかった。でも今日はね広島は曇りだったからね、暑くなかったよそんなには蒸し暑ぐらいの。
こんばんは。今日誕生日なので祝ってほしい。さとしくん、ハッピーバースデー to you。 ハッピーバースデー to you。 ハッピーバースデー dear さとしくん。ハッピーバースデー to you。 おめでとう。良い誕生日を過ごしてね。くくく。私もこの間友達が誕生日やったけん、その子はチョコとかマカロンが好きなのでね、チョコレートをお送りしましたね。最近の世の中は便利ですね。もう会えない友達にもタンプレが送れるという、ね、良い誕生日を過ごしてくださいな。私も早く誕生日迎えたいんですけども、あと何ヶ月でもうほぼ6月だからあと3ヶ月ちょっとだね。3ヶ月と1週間ぐらいだね。え、すぐじゃん。楽しみ、うん、楽しみ楽しみ、うん、あー誕生日メール可愛かった、ありがとう、うん、ボス宣言みょ。早く二十歳になりたいな私は。もうだって18歳で成人にはなっとるけん、もうあとは、うん、二十歳早く迎えたいって感じ。おお、最近気になったのでお話会申し込んでみます。ああ、ありがとうございます。ぜひおすすめは6月25、26の1時間目です。お願いします。乾杯、頑張ろう。ねえ、あと3ヶ月って早くないですか？意外とめちゃくちゃあと半年後とか思っとったのに、もうあと3ヶ月ぐらいになってる。びっくりよ、ほんと楽しみ。早くなりたいな。あとあれだな、成人式も早くしたいしな。うんうん、そうそう、法的には成人になったけど、そうでもやっぱりなんか何も変わらんから20歳になりたいですね早く。乾杯出てほしい、ありがとう。25、26をまずは目指しております。今のところよろしくお願いします。どんな晴れ着を着たい？全然めっちゃ迷ってる。なんか緑好きだから緑着たい気もするけど、なんかあえてめっちゃ真っ白とかもいいなとも思ったりして、何がいいのかなって思ってる、ね、でもこの間の千穂さんのめっちゃ可愛かった。なんか今時な感じがして、千穂さんのなんかこの襟も可愛かった。着物も付け襟というかなんかそういうのがあるんだけど、めっちゃ可愛いと思って、柄もね。で、あの着物にブーツ合わせるのもいいですよね。なんか下駄もいいんやけどブーツも良いよな。だからね、もう今からでも迷ってますね。ねえ、 AKB さん全体 AKB グループで成人式もねまたできたらいいんだけどね、どうなるかね。もうこの2年ぐらいはできてないですよね。だからね、どうなるかな。うんうん、ちゃ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 、早い人はもう前撮りの予約、だよね、もうしてるんだよね、みんな早いよね。え、迷うもん。なんか絶対なんか地元の成人式には出られないんだろうなと思いつつ、うん、でも一応前撮りとかするんだったら着物決めとかないとなとか思ったり、迷うよね。ねえ、和装とブーツいいね。なんかママがブーツ合わせるのいいんだよって言って、小学校の卒業式に袴着た時にブーツ合わせた。私もあの編み上げ系のブーツを、そう、懐かしい。その時ぐらいから和装結構好きですね。
前に京都行った時も着物着てめっちゃ楽しかったし、写真映えするしね。なんかママがね、着物の着付けが一応できるんですよ。なんか教室に行ってた時期があって、だからね、ちょっといいよね、ちょっと得してるよねなんか着物と浴衣もちょっと違うし、なんか生地感とか着てる側も私ね。ね、AKB の成人式あってほしい。あったらもう素晴らしい、最高な、だけど何でもできる天の声さん、本当にありがとうございます。いつもしてくれる浴衣着る時とかも、今回のさオンラインお話し会でも浴衣着る日をあのつけてますが、多分その時も天の声さんにやってもらいますね。この前の袴着た時も天の声さんにやってもらったし、楽しみですね。いろんな服を着たり、あ、そう、あれ楽しみだな。次。ほう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 。浴衣に合う髪型、私的にはまとめ髪が好きですね。すごくあまり髪下ろす系では、なんか下ろしたらなんか座敷わらし感出そうだなと思って、あのアップ系、まとめ髪系が好きかな。22番の寝落ち配信、うん、みちゅさん継承マジ最近この1ヶ月で何度偏頭痛が起きているかというぐらい偏頭痛がありますね。この季節はそうなりがちなのでしょうか。もう来てますね、偏頭痛ちゃん、こんばんはって感じですね。ふう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 ね、和服基本アップ、そうアップで編み込みとかしてするのが可愛いなと思って、今髪が結構伸びてきてるからいいかもしれない、楽しみです。チャチャチャ、梅雨に入ったらもっと大変ね。前までこんなに偏頭痛あったっけ、まああったけど、あったっけって思いながら偏頭痛薬を飲んで飲もう。こういう時はロキソニンだ飲んでね、なきゃね。パッ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 パ、気圧かなね、そうなのかな。広島雨だし、俺も今日頭痛、お揃い嫌なお揃いだね、頭痛は。ひゃひゃひゃ、くわわわ、くまったくまったくまったどういうことね、頭痛い時は寝るのが一番いい。そうだね、ちょっと今日は早めに終わろうかな。なんかどこかを押したら治りそうなんですけどね、偏頭痛ってなんかどこか奥が痛いみたいな感じ。寝ようかな今日は。ちょっと明日はずっとにお合わせしてるんですけど、ちょっと自分的には嬉しいお知らせがありますので、皆さんそちらを楽しみにお待ちくださいませ。よいしょ。ということで、そろそろランキング読んでいきたいと思います。かだでは22位のみほりん賞からいきます。22位はお猿さん、そして13位はユナイテッドさん、12位ジェイちゃん、11位あすみずきさん、10位神谷あずしさん、9位オオカミさん、
8位くまねパパさん、7位リーズさん、6位トラッキーさん、5位竹まつるさん、4位チョコミントリス、3位オロチさん、2位カンちゃん、そして第1位は大地さんでした。ありがとうございました。ありがとう。さあということで皆さん今日もお疲れ様でした。明日は金曜日ということで最後一日頑張っていきましょう。で今オンラインお話し会が受付中で6月25、26の1時間目お勧めしております。そしてあの関東の直接お話し会も申し込めるようになっているのでぜひお忘れなくですね。あとは何かな、あマイカーの30日に行われるライブのチケットもありますのでぜひぜひ。で明日はいいお知らせを待っててください。では最後にじゃんけんして終わります。最初はグー、じゃんけんグー、ありがとうございました。ではまたね、バイバーイ。